よいしょ、はい、相葉なんです、今日なかなか仕事のちょうど空きができて、もう朝からずっと時間がある。一月に1回あるかないかの、完全オフなんで、しっかり、進めれるところ進めていこうかなと。まあ目標としてはライフリの、下地ぐらいまでいけたらいいかな。昨日使ったこの鋼ホルダーが調子いいので、ちょっと今日は掘り物を進めていこうかなと思います。よしとね、こんな感じでございますね。よし、緊張した足の表面をだいぶきれいにしたんで、消えちゃったモールドを今から掘っていこうかなと。0.25 で。
してあれ細かったかな、ちょっと3ミリかな、なんか見えるちょい細かった、3ミリかな、細かがもうほぼ終わりましたので結構いい感じじゃないかな、手元でいこうか、よいしょ、はい、こんな感じで筋彫りが終わりまして、捨て作吹いて今は、表面処理もほぼ終わって、ちょこっとまだ粗が目立つけど、もう少し、あれ吹いて、こっちちょっと曲がっちゃったかな、ね、ちょっとこっち曲がってたかな、しょうがない、多分まあ普通に色まで塗ったらもうわからないレベルだと思います。で次は肩のパネルライン、ここパネルライン入れてこうか、いろんなこういうテンプレートが、筋彫りテンプレートが山のようにたくさんありますけど、ここからまあ気に入ったやつを入れてガイドにして彫っていきたいなと思いますが、さっきこのよく使う、鋼魂のここかな、ここのラインで始まってこういう感じだったらね、いいんじゃないかなと思って、ペタペタとこの糊をつけておいて、ガイドをここが合うように、よいしょと、こんな感じかな、画面越しだと見えない、こんなもんで、こんなもんで、ね。で、2ミリで、0.2 ミリで。どれかな。かつて、ね、目立ちますか。こいつもこんな風にして彫っていきます。AMSR で4カメラばかりして、これもおかしい、これできないからね、なんせ
ちょっと甘いけど、いいか。こういう感じで入りました。で、あとでこの海苔の後、ヤスリでパシッと平らにすれば、もうこれで、はい。これぐらいのやつがいいかな。ね、はい、すりぼりが完了です。ちょっとまだこれガイドなんで、少しここから丁寧に弱い力で何度か掘ってあげて、なんとなく懐かしくなって古いアルバムを引っ張り出してペラペラめくった一枚、何十年前のあなたと私、お揃い麦わら帽子、未だ生きる魂、その時代のせいか単にブレてるだけか、少し白く濁ったその感じがやけに優しく温かい、例えるならそんな感じの感情が、カメラも生きてない、私に溢れてくる、もう老眼のピンクの位置と、こんな感じで、はい、取れました。悪くないんじゃないですかね。全部こんな感じで掘っててみますね、はい、よし。